こんばんは。こんばんは。こんばんは。11時から見たいものがあるので、11時で終わろうかなと思ったんですけども、でも1時間もないから、もしかしたらママが携帯を貸してくれたら、見たいと思います、ここで。こんばんは。ジェイドンありがとうございました。もうちゃんと今日は私服着てたんだけど、ジョイドンパーカーに着替えてから、もうジョイドンパーカーの、もうジョイドンパーカーじゃないや、アブソリュートパーカーのまま帰ってきました。でも今日はアウター、短いアウターで行ってたから下はみ出ちゃってたけど、はみ出アブソリュートで帰ってきました。ジョイドンありがとう、見てくれた？ジョイドン見てくれましたか？うん、ね、前髪がねちょっとぐちゃぐちゃなんですけど、おもろかつ、おもろかつって何、おもろかつ、おもろかつだった、わちゃわちゃしてたでしょ。え、なんかね12分で終わるみたいな、私も見てよ、なんか出てきた。いつもどんぐらい、でもどんぐらいだっけ、そんなもん。ポケモンデーおめでとうございます。待って、シェアしてなかった、待って、今日もシェア、調子に乗ってシェアしてみるね。大丈夫かな、いきます。はい、ごめんなさい、もし余裕がある方いらっしゃいましたら、ちょっとシェアできてるか、ちゃんと無謀人で できてるかちょっと見ていただけたらと思います。大丈夫だよ、シェア成功です、ありがとうございます。今日はいい日、今日はいい日です、今日はじゃない、今日もいい日です。くん、にちは、あ、こんばんは。映像見てくれてありがとう、楽しかった。なんかあの何、なんて言ったんだっけ、私結構ね、ジョイドンね、前は出てたと思ったんですけど、最近出てなくて、意外と。このジョイドンがアブソリュートパーカーになってから出てなかったので、で、この後、みっちゃんも久しぶりだったかな？だから本当になんか久しぶりなメンツって感じでしたね。ね、ミルテンさんも、20歳おめでとうございます。ああ、一緒にね、この前、合同成人式させていただけて、本当に嬉しかったですね。すごい可愛かった、可愛すぎた、お写真おめでとうございます。二十歳、一緒に同い年世代なので、一緒に二十歳楽しみましょう。一週ぐらいあれなんだけど、私はまあもうなっちゃってるんだけど、二十歳にね。うん、そしてポケモンデーおめでとうございます、28周年おめでとうございます、おめでとうございます。私が20歳なので、私よりも8年も先輩ということで、本当に偉大なる、本当にすごいですよね、28年、本当にたくさんの方に老若男女愛されて、たくさんのワクワクを届けていただいてありがとうございます。うっきうっき、シールドしてんの、いいじゃんですね。最近は全然シールドはやってないですね。ね、確かにそう考えるとピカチュウとしよう、ピカチュウ先輩意味だ。滞在時間10分だったんだけど、お仕事前にポケセンに10分だけ行きました。空気を吸いに行ってきました。10分もいなかったかもしれないけど、
時間がなさすぎて全然行けなかったんだけど、あの空気を吸いに行ってきました本当はカビゴンが欲しくて行ったんですよ。なんか今カビ行った行ってカビゴンと一緒だっけって言ったら、スタッフさんにポケモンセンターの方にね言ったら、あのスイッチでカビゴンがもらえるんですけど、不思議な贈り物で、あのスイッチ普通に忘れて普通に忘れてただ10分で爆速買い物したやつみたいになりましたまあ空気を吸える、混んでたって混んでた、でもそこまでだった。レジはちょっと並んでたけど、いつもね並んでるよね、すごいですよね。やっぱね海外の方もねいっぱい行ってらっしゃいますから、お会いしますからね。ダイパのバッジ極限まで喋らせて、だからあれもさ、あのバッジめっちゃ鳴らしてた。あれ共感してくれた方いるかな混んでるよね。噛みつけたい、可愛いよね、わかる、これでしょ。私あのさ、充電のあれが欲しい、充電のが欲しい。そう混んでたけど、まあでも朝だったからまだデンデガデンデガデンデンデン。ベビーサファーはしたことないの、ダイヤモンドで初めて私は出会ったので。そうあ、そうそう、相性のやつが今日からだっかな。私もやりましたよ、ポケモンセンターめっちゃ混んでた。行ったの今日同じやん深い意味はないんですけど、目玉焼き何かけが気ですかバルサミコ酢選択肢にないやつ、バルサミコ酢です。かけるのはバルサミコ酢です。あのジョイドン、ジョイドンじゃないや、ニャリコルジョイのニャリコルジョイチェックみたいなやつがあって、それでねこう入ってくださってる方はこう何メンバーの何ていうの、相性質問に答えて、このあゆみだったらこの質問何かなみたいな、どう何を答えるかなみたいな4択なんですよ。4択であって、それを全部答えられたら 100% で、その相性度が 80% 以上だったら限定の動画が見れるんですけど、見れた方いましたか。今回ちょっと難しいんじゃないかなって思います。あゆみ逆張りしがちだから難しいめんどくさいやつじゃん逆張りめんどくさいやつじゃん。違うよ、私はちゃんとねやったよ、ちゃんと普通に答えたの、私はその質問に対して。それであゆみは普通に答えて、他の3択はちょっと似てるなんかあゆみっぽい選択肢みたいなのとか、他の子の選択肢とかが多分置いてくれてるのかなと思う。あゆみはみっちゃんが60で超悔しくて、なんでってなんでと思ったんだけど、多分私は分かる原因、あそこら辺が多分全部間違えた。だけど優香は私行けました、優香は行けましたよまだみんな全員できてないから後でやろうと80% からだからね、その日の気分じゃないよ、ちゃんと答えましたよ。こんばんは、こんばんは。どれ難しいんだろう、あゆみ難しかった、どうですか、あゆみ難しい。太郎ありがとう、太郎ありがとう待ってみっちゃんがね、あのももちゃん、あの一発でねやってましたよ、で一緒に動画見た一緒に動画見ました。ももちゃんで分かるよ、私ももちゃん絶対分かる、絶対に分かる、
絶対にわかる、絶対に、絶対絶対、きっと絶対絶対、絶対にわかる。うん、言ったらスクショして送ろう。自信あるめっちゃ。フリじゃないよ。あゆみん、あゆみんわかんない。え、あゆみん、あゆみんはわかんないよ。あゆみんどうですか？どうだった？あゆみんどうでした？ 20% うん、私はみっちゃん60だったんだけど、あのももちゃん、ももちゃんだみたいな、あ、これももちゃんかっていうのを結構選択しちゃったんで、ももちゃんいけるね。ももちゃんわかる絶対。ふん、うん、いっぱい一緒にいるもん。でもあれはなんか結構語尾とかで分かっちゃうかもしれないね。 60? お、でもいいとこ行ってますね。なんか誰かの答えてる時に絶対レモンやんみたいな答えがあって笑いました。絶対レモンじゃんって思った。だから多分他のメンバーの回答も交えてんのかなと思う、他のそのこのあれに。もう今日朝から前髪固めて、その後からまた固めて、で今日、え、今日はい、風すごくすぎませんでした。私朝家出る前にケープして、あの外出たらもうなんか風になびかれてボーンってなったし、これで固まっちゃってケープしたから、もうなんかこんなんで固まっちゃって、それで一生懸命固まったのをこうやって直して、もう一回さ、お仕事の前にこうやってあのケープしたのだけど、それでまた次のところに移動するってなった時に、移動でまたバカってなって、で女移動前にまた溶かしてこうやってやったから、もう私はもういっぱい固めて、今日バキバキの、もう前髪バキバキだし、しかも変なところで固まるし、すごかった。もう息できなかった、息できなかった、本当に風強すぎて。びっくらぽんや。この間地元のスーパーちょっと行こうと思って、帽子かぶ、普段帽子かぶんないんだけど、頭ボサボサすぎて帽子かぶってスーパー行ったんですけど、あの一人で歩いてくてく歩いてたら、ええ待って、あ、え、編み出した、今編み出されてた、初めて見た、今編み出されてたよ、すごい、かわいい、すごい、おみなみ。そうだったら一人で歩いたけど、思いっきり帽子飛ばされちゃって、めっちゃ焦るじゃん、帽子飛ばされてる時ってさ、なんか我を忘れてこうめっちゃ焦んじゃん、でそれをあの他の人に見られちゃって、すっごい恥ずかしかった。恥ずかしくない？超恥ずかしくない？なんか帽子飛ばされた瞬間見られちゃうのが一番今恥ずかしいかも。なんかもう本当に我を捨てるってるわけじゃん。でもうみたいな、でしかもうとりあえず止めようみたいな、足でこうなんかこうみたいなさ、うわみたいなやるじゃん。本当に恥ずかしい。人生恥ずかしい瞬間ランキング結構1位かも。2位かな、2位、帽子飛ばされた時。え、取り行く時めっちゃ恥ずかしくない？もう本当に恥ずかしい。あれどうにかしてほしいんだけど。川に落ちたの？チャポンじゃん。乾いた？乾いた？うわ、傘ひっくり返るの恥ずかしい。でもあゆみは傘ひっくり返ったら、あ、これはあの何定番でしたじゃなくて、何日常茶飯事ですよっていう顔で、ふんって何食わぬ顔で戻す。私は別に焦って何してて、みたいな、こうやってブワンってなって、はっみたいになったら、はあ大変だよって恥ずかしいから、ブワンってなったら、で何食わぬ顔でやるっていうスキルを身につけました、はい、私いつもひっくり返ってますよってってやってます。逆に恥ずかしい。逆に別にいつもひっくり返ってますよって言って、私はあの返ってます。そう、慌てちゃうと恥ずかしいから。
いや壊れちゃったらねちょっとはあれですよね。確かに。うん、壊れちゃった時とさ、あの治る時ない、すぐ治る時あるよね。うん、いやメンタルだよね、やっぱもう絶対合わないっていうのをこう思ってやるしかないですよね。寒い寒いよ。コウモリ傘って言うんだ。コウモリ傘って言うかも。大きな傘さしてあげる、チャ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 。楽しかったよ。チャーイタン。ジョイゾンは2周年後初めてのジョイゾンだったかな、私だね、だったので、今日メールおやすみ。おやすみ早いね。おやすみなさい、また話そうね。そう2周年終わりだったから2周年のお話をしたりしました。自転車乗ってたら、え、自転車ごと飛ばされそうになった。やばいね、風強いね、軽いね。あれ見て、自転車のままなんか飛ぶやつあるじゃん、なんだっけあれ、なんだっけ、 ET だ、 ET じゃん今日。今日 ET じゃん。猫ミームして、猫ミーム、猫ミーム流行ってね、あの二人は結構猫ミーム、今日は猫ミームでした。大きな傘さしてあげる、一緒。え、わかる、私もメリーポピンズ大好き、メリーポピンズ大好き、本当にいつも傘さしたりするときはメリーポピンズの真似してる。40%? 大丈夫、まだまだこっからです。ラーメン屋ね、なんだっけ、みっちゃんだっけ、なんか誰かがさ、イコノイジョイパズルのさポーズ、ラーメン屋なんでしょ。え、今推しメンしか出ないガチャやってるよ、今推しメンしか出ないガチャやってるよ。私も引きました、2回ほど引きました。したらや推しメンしか、何その指定の、何その子方しか出ないから、何すぐにあれがスキルが上がる。愛ちゃん引きました、え嬉しい、あゆみにしてくれてんの、あゆみちゃんいっぱいでか、でか、でかかった、あゆみちゃんいっぱいでか、で、あゆみちゃんいっぱいでかちかった、かーちだった、あゆみちゃんいっぱいででかかった、で見えた、でか、か、かーちかった、え、あゆみおしめにしてくれてありがとう、え、嬉しいんだけど、ね、あゆみおしめにしてくれてるの、はい、え、嬉しい、本当？ありがとう、ありがとうすぎるんだけど、デッキはあゆみちゃんで、え、本当に？え、ありがとう、え、嬉しいんですけど、出すけど、え、ありがとう、嬉しい、え、全然だよ、あゆもカーチーって言うもん、ただあゆみがねボケてるだけ、私もよくカーチーねって使うから、カーチーねって使うよね、私もカーチーねってめっちゃ使う。え、嬉しい、え、だって嬉しい、本当に嬉しい、ね、ありがとう、本当に本当にありがとう、嬉しいんだが。え、嬉しい、ありがとう、あゆみさ、自分デッキに入れてないから自分がどんな声してんのか何言ってんのか分かんないの、ちょっと待って、え、ありがとう、あゆみのスキル強いの、え、ほんと待って、キラタンありがとう、え、待って、ありがとう、待ってって、待たなくていいよ、え、ありがとう、キラちゃん、何タワー、ありがとう、嬉しい、キラちゃんありがとう、動物オールスター感謝祭、ありがとう、キラちゃん嬉しい、嬉しい、嬉しい、あ、2周年ありがとう、この先も一緒にたくさん笑おうね、こちらこそいっぱい笑おうね、私が
あの私が何あの笑顔にさせるわ、笑顔ニコニコ絶やさないわ、キラちゃんの嬉しい、ありがとうキラちゃん、わざわざありがとう、嬉しい、ありがたく受け取らせていただきました、たった今受け取りました、ありがとう、嬉しいみんなありがとう、ここ数日本当にみんなあの2周年ありがとうとか、こっちがありがとうなのにあのありがとうって言ってね、プレゼントくれたりショールームね見に来てくれたり本当にありがとうね、もう見てくれるだけで嬉しいからね、でももっと嬉しいよ、ありがとう嬉しいの、パズルであゆみちゃんに慰めてもらってる、え、あゆみなんて言ってんの、天才って言ってる、あ、言ったかも、天才、あゆみ何言ったんだろうな、何言ったんだろうな、私なんて言ったの、自分入れてないから分かんないポケモン見ますよ、11時までに終わろうと思ってて思ったんですけど、爆速で帰りましたけれども、ちょっと準備がバタバタしてしまって遅くなってしまったので、もしママが携帯貸してくれるよっていうのならば、ちょっと見たいなと、ちょっとみんなここで見たいなと思っています、やっぱ見ないと、私はだってこれを楽しみにね、これも一つの楽しみとして生きてきましたから、なんだろう、何が発表されるのかな、何かなでも私他のあの何携帯の方のアプリとかやってないからあれなんだけど、そうみんなはやってますか、あーダウンロードコンテンツとかね、確かに何だろう、私全然予想できない、何も分かんない、でもとりあえずなんかポケモンを感じる配信だけでして、え、分かる、映画来るから、あゆみもさ、もうお願いだから早く夏はポケモンって言わせてください、本当に言います、夏はポケモン夏はポケモン、いつからしてないわけ、あーもう本当にお願い、もういっぱい見ます、もういっぱい見に行きます、いっぱい見に行きます、確かに令和ロマンさん確かになんかドラえもんのネタだっけ、ドラえもんなんかのネタであったよね、ちょっとなんだろうね、え、確かにここ以外以来来てないよね、ザルード見に行ったよ、感動しちゃったよ、私だ、そのザルードのエコバッグ使ってるよ、私それでお買い物してるけどね、なんだよね、いいな、赤緑やったことないよ出た、ポケモン、あのポケモンスリープやっぱやんなきゃだよね、私ね入れてないの、携帯系な全然やってなくて、だって寝れないから、私寝れないし寝つけないし寝る準備遅い人だから、ポケモンたちが多分ポケモンにねすごい美味しい思いっていうか十分なあの栄養を与えてあげられないから、ちょっとね申し訳ね申し訳ね、あれも全然だよ、全然あれですよ、ただもう好きって言って好きなんだっけ、全然もう博士とかで全然詳しくないです、好きでんでがでん、あれの携帯届いてんだよ、もう届いたの、だからあゆみがあとは携帯ショップに行くだけなんだけど、なかなか行けてなくて、でも早く行かなきゃだよね、私の黄色い携帯が待ってる、神がおげっさり、うん、本当にそうだよね、何事もさ好きっていう気持ちが大事ですよね、好きだったらそれでいいんですよね、本当にそうです、アイドルもそう、いつ出会ったとかどのぐらい、 もちろんねすごく嬉しいよ、会いに来てくれたり、たくさん会いに来てくれ
るのすごく嬉しい。もう来てくれるほど嬉しいというか、もう それもちろんいっぱいに来てくれたら本当に嬉しいし、うん、けどさ、その好きっていう気持ちはみんなさ共通なわけじゃん。他の何そのアニメとかもそうだし、みんなさ環境応援してくれてる環境とか、その好きでいている環境とかさ、それはみんなそれぞれの人生だってあれさ、こう違うけれども共通して言えることは好きっていう気持ちや。だからやっぱその気持ちだよね。好きだったらさそれでいいんだよね。うーん、ザルド、タモキ君はザルド、そうだよ、私ザルド、ザルドって言って、ザルド大好き、大好き、大好きだよ、大好きやで、大好き。あみちゃん今から大好きなる、今から Now? 嬉しい、今から、嬉しい、ありがとう。今から、何きっかけ、ありがとう。頑張るね、じゃあ好きになってもらえるように頑張るね。嬉しい。 Now だって2月の27日10時43分チカチャンチカチャン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 チカチャンチカチャン。私が最近口ずさんでるこれは何の歌。今日はリコがプレゼントしてくれたリップを使ってます。リコありがとう。あ、ね、ジョイラジのさなんか小沢あゆみのお誕生日をみたいなツイート流れてきたんだけど、もうそんな時期ですか。え、もうそんな時期怒ってくれたら嬉しいな。怒ってくれるかな。ちょっとずる賢いかもだけど、わがままかもだけど、みんな指文字打つの疲れちゃうかもだけど、やっぱりたくさんたくさんたくさん送ってくれたらやっぱりすごく嬉しいし、なんか私胸張って生きてけるから、送ってくれたら嬉しい。応援してくれてる方も、あの一押しじゃないけど、まあでもまあリーダーどうもーって思ってくれてる方も怒ってくれたら嬉しいな。全然そんな盛大にとかじゃなくて、なんかよーみたいな、なんかめでたいねみたいな、なんかおめっとさんとかだけもういいんだ、怒ってくれたら嬉しいなーだって。なんかね、そのアカウントがあるんですけども、あのジョイラジのアカウントがあって、それが投稿してたんですよ。小沢あゆみのなんとかコメントを募集中みたいな、昨日ぐらいかな出てて、みたいな、もうそんな時期。真剣に考えたら夜が明けてた。え、ありがとう、楽しみにしてるね、楽しみにしてるね。お誕生日のリーダーをどうも嬉しいよ、それだけでも送りますって嬉しい。爆笑、もう爆笑でもいいですよ、おめっとさわらでもいいよ。いつだろうね、でも昨日ぐらいからやってたけど。ね、楽しみだな。出た、デートプラン。あ、出てましたね、妄想デートのあれ、あの回誰が出るんですか。あの回誰が出るんですか。誰が出るんですか、あの妄想の回。いやー、妄想プランって私も送ろうかな、妄想プランどうする。だってどうやってもどっからどこ、軸をまず決めないとだよね。だからどこに行くかとか難しいよね。うん、
だよね。まず相手をさ、相手をね、やんない、あれですから。まゆみちゃん現像してて、嬉しいんだけど。なので現像してくれてんの、嬉しい。爆上がってこう、あげ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 。ラジオネーム、ラジオネーム何がいいかな。ラジオネームって何がいいの。ラジオネームどうしようかな。ラジオネーム、みんなのラジオネーム楽しみだな。どこへ来てんだろう。ねえ、あの私 の, あのデートプランの時に私を選んでくれて、あのバナナワニ園に行こうって言ってくださった方いらっしゃるじゃないですか。この間あのポストのあ X のトレンドでバナナワニ園って出てきたんですけど、みたいな、バナナワニ園ってトレンドでおすすめ出てきたんですけど、バナナワニ園って、みたいな。もう私のこのバナナワニ園見た瞬間に、バナナワニ園ってあのモッサデートプラのバナナワニ園、なんとかなんとかワニみたいな思って、すごいフラッシュバックしました。バナナワニエにフォローする。フォローされたの、いいじゃん、絶対行きな、バナナワニエ。確かに一生分のバナナワニエンって言おう。あゆみ結構分かる、何共感してもらえるか分かんないんだけど、で今バナナワニエンっていっぱいいたじゃん、言ったじゃないですか。したら今この日本中でたった今この瞬間バナナワニ園ってこんなに言った人あゆみしかいないかなって、何人いるんだろうとか、結構コアなあれを今日本中で今たった今、じゃあたった今日本でこのキツネさんコンコンってやってる今キツネさんコンコンってやってる人って何人いるかなって、あゆみ以外にいるのかなって考えるのがすごい好きなの。わかる、わかる、わかる。今日本で、じゃあほっぺにこうやってハート書いてる人って今日本に、今こうたった今この瞬間ね、日本にアイミー街にいるのかなとか、何人いるのかなとか考えるの大好きなんだけど。でわかる、わかる。怖すぎる、コアね、あコアって方ね、ごめんわかんない、わかんないよね。ちょっとわかる、本当に本当に、ちょっとそれはちょっと握手。何エゴサしたら可愛いワニの大福出てきて、何それ、そんなん食べれないじゃん。何そのバナナ大福、違うワニ大福、ワニ大福、何の大福だって言ってた、ワニの大福。ちょっとアリゲーター、こんばんは。熱海かいいね。待って今何分、あやばい50分。でもさ、みんなは端末何個持ってるんですか。みんな端末何個持ってるんですか。そうだよね、1回目の配信みんなさ閉じないとさ見れないでしょ。ポケモンそんなに通ってこなかったよって方もちょっと見てみない、ポケモンプレゼンツ YouTube で、あの11時から配信する。4つもあんの、すぎょい。熱海ね、いいね、熱海いいね。アイちゃんしか見ない。ちょっとポケモン見てみなよ、テレビで見れるの。あ、つなげてってこと。そんな、寒い、今日寒いよ、暖房つけてないからかな、絶対そうだよね。で、今日の目はどうしてそんなにパッチリしているんですか。
最近ショールームをしているとき、寝る前だったりお風呂上がった直前だったりでメイクをしていないで配信することが多かったため、久しぶりにしっかりとジョイドンの後なのでしっかりとメイクをして配信をしているということで、普段すっぴんだった分今日がすごくパッチリに見えるという現象でございます。なので実際はパッチリではありませんが、今日はいつものすっぴんに比べたらそれはちょっとは目がこうピョンってなってると思いますので、多分そちらの効果でという感じでしょうか。いかがでしょうか。1聞いたら100回お前見うるさいやつだよ本当に、やだやだ。今日みっちゃんと話しててもさ、なんかあゆみ伝えたいことがあったんだけど、うまく言葉が出なくて一生話してたの一人で。なんかそれなんか一生話しちゃって、今私一生話してたよね、ごめんねうるさくてみたいな。申し訳ねえす。え、待って、りょうちゃんありがとう。え、ありがとう、ポケモンデーおめでとう、おめでとう、写真見たよ、ありがとう。え、嬉しい、ありがとう、わざわざ。もう全然もう見てくれてるだけでいいんだすよ、ありがとうね。個人的にお祭りなのでね。え、そんな私そんな祭りの主催者じゃないのに、ありがとう。りゅうちゃん、熊しがみつきたわ、ありがとう、ありがたく受け取りました。受け取りさせていただきました。ありがとう、りゅうちゃんありがとう、本当に嬉しい。周年スピーチよかった、本当なんかそう言ってくれて、そんなと思って嬉しかった。普段もいいけどすっぴん、本当にでも本当に申し訳ない、なんかごめんね。また多分普通にすっぴんとかでお風呂上がりとかのボサボサの髪でもしかして やっちゃうかもしれないんだけど、すいません。そしたら本当にちょっと暖房入れたいかも。なんで春でしょ、春が来た。だってドトールさんの前通っても桜の飲み物だったし、あのどこも貸してこもあれなのに、桜なのに、あみちゃん組だけで、ありがとう、あれ、え、鳥がいた鳥いたっけ、ありがとう、ヒコじゃない、人間ありがとう、なんだっけ、ヒコじゃなくてなんだっけ なんだか心臓ポカポカするんだけど。あゆみちっちゃい頃こういうパーカーの紐とかでこうやってメイクごっこするの好きだった。わかる？まつげあげるとかリップ塗るとかやるの好きだった。うん。え、寒いよね。ちょっと暖房入れようかな。雪。こんばんは、こんばんは。うん。春が来た。入れましょう。どこに来た？音程全然違う。でもね、リモコンは向こうにあるんだ。おめでとうございます。28周年。おめでとうございます。いいですね、縁起がいいですね、縁起がいいですね。はい、本当に V まだビクティニ大好きなんだ私。 V 勝利、必ず勝利をもたらしてくれるということで、これからニアジョイも頑張っていきたいと思います。なんかあゆみさテンションハイなんだけど、なんかやだやだ、テンション、なんかもう
なんだこの変なやつって思われたくないから一回ちょっとヨモコ持ってくるね。こんなんか変なやつって思われたくないから一回ちょっとミュートにしてヨモコ持ってくるね。暖房の一回ちょっと誰ですかいつもと変わらんって言った人、誰ですかいつもと変わらないって言った人ねえ告白みたいに言わないでよ。ずっと前から変なやつだと思ってました、ごめんなさい告白されちゃった、じゃあのー。ただいまー、ただいまー、あれ暖房つけたよね、あつけたよね、ただいまえじゃあのってそっか瀬戸さんか、私瀬戸さん、瀬戸康史さん大好き、私瀬戸康史さん見て育ってきたと言っても過言ではないちょっと待って、あの私11時でショールも終わろうと思うんですけど、終わると思ってたんですけど、んこれどこに YouTube あるの、ママの携帯どこに YouTube あるの、 YouTube ってどういうマーク、待って待って始まっちゃう音出せないので、私はじゃあ普通にショールームします。別に普通にショールーム してます。してるだけです。でもえどれ？どれ？どれ？どっち？どれ？来た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 。でもこれ音量見れないから、え待って無理じゃん、音量見れないじゃん。どうすんのこれ。うわイヤホンも借りてくるんだった。私無音で見なきゃいけないの、待ってつらいつらいつらい、やだやだやだ、私無音で見んのじゃあみんな音声して、じゃあ見れる人は、見れる方はやばい、字幕ないですよね、うん、みんなお願いします、副音声よろしくお願いします、やばいやばいやばい、もういい、取りに行かない、え待って、なった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 、何かな何かな、もういいや、もう何でも嬉しい、何でも、でも私はショールームしてるからこうダメですから、こうあ危ない、ショールームしてますから、こうショールームをこうねさせていただいて、みんなはお忙しい中こう見に来てくれてんの、それなのになんか見て、なんか他のやつ見せたらちょっと失礼かもしれないから、まあうん、ショールームするしてますけど、ちょっと見せたい、ちょっと見るやん、え本当いけるかな、いける、ちょっとごめんなさい、あの別にじゃちゃんとショールームします、ちゃんとショールームするけど、ちょっとイヤホン持ってくる、ちゃんとショールーム、ママ別にちゃんとショールームします、ちゃんとショールームするけど、おおペコちゃんやばい、ちょっとテンションダメかも、おおアンノンがいるちゃんとショールームしたいするんだけど、やばいじゃん、こんな無理じゃん、こんな見ながらじゃショールームできないじゃん、どうしたらいいの、何何何何
じゃ一回ちょっとちゃんとやるね。ちゃんとすごいよ。40万も見てのすごい。すごいね。本当に本当にすごいです。でもさイヤホンし、でもさ上位メンバーイヤホンしてた？イヤホンしたりしてんのかな？あでもカラオケってイヤホンするからしょうがないじゃん。あこんばんは。はい。うん。うん。あ睡眠だって。カラオケするみたい。私カラオケの自分持ってないんだよね。買わなきゃ。新作を含む？ポケモンスリープですか？新作を含む？ああこんばんは。お世話になっております。うん。家でもこんな感じ。家でも私は慌ただしいですよ。はい。え？みんな見てない方は何やってんだってなりますよね。何やってんだってなりますよね。そうですよね。はいはい、ありがとうございます。新作って言ってましたよね。そうか、新作って言ってましたよね。じゃあちょっとちゃんとショールームします。こんばんは。あポケモン GO だって。私ポケモン GO ね歩きスマホしちゃうから。あえアニメといるんですか。うるさ。でもダメ。え、なに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 、ルイが来るってこと？あ、違う、ホゲーダが来るってこと？でも本当にごめんね。なんかこうポケモンのさ、今ね、今ポケモン YouTube でポケモンの公式さんのやつを見ると、今生配信されてるんですけど、それを見る、それを見てない方は、おお、それを見てない方は、なんだこのうるさいやつは、なんでそんな騒いでんだってこうなると思うんだけど、だけどあの本当にごめんね。だから全然見なくてもいい、全然見なくてもいいけど、見てくれてる方本当にありがとう。ちゃんとすぐ終わって、すぐちゃんと配信します。ちゃんとすぐ配信、もし見てるよって方は、もうあスリープ来ましたよ。私スリープしてないから、でもちゃんと寝ようかな。ちゃんと寝れるなら始めようかな。ね、ちゃんとね、え、何迷子ですか、何ですか。スリープだって。ライコなんか今、ライコが来ました。ライコはなんか電気なんかブリ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 って走る伝説のやつです。え、お、エンテスイ君も登場しますだそうです。おお、じゃあこんばんは、こんばんは、おさわゆみです。お名前みです。あ、ポケマス、ポケマスですね。あ、新しすぎる。じゃ一回ちょっと一回、はい、ちゃんと見ますね。ちゃんと見ますじゃない、ちゃんと配信します。ありがとう。待って、え、最高、ありがとう。あ、ありがとうね、さっきも本当に。待って待って待って、なになになに、なになに、おもたかさん来るの。何、やっぱ音がないと難しいね。音がないと難しいですね。うん、音がないと難しいですね。あ、ポケモンカフェ、今パズル、あ、私今日もらってきましたよ、見てください。これポケモンカフェのでしょ、今日なんかほらこれくれのやつ来ました。わあいいですね。じゃあちょっとイヤホンちょっとします、ちょっとだけします。あら、いっぱい食べてて。あ、今ちょうどこれが出てます。今映像これが出てます。もうこれくれが出てきます。今、いや音楽が流れてます。はあ、うるさいよね本当に、分かってる。お、いいですね。え、これ12分で終わっちゃうの本当に。ミライドン、いいですね。ユナイト、ユナイト、この子かわいいよね。この子は結構ゲームの時にちっちゃくいるんですよ。ちっちゃくいて全然見つけられないんだ、この子は。かわいい。
あら、ミライドンが出てくるんですね。すごいね、65万人だって。またうるさいうるさいですよね。でも本当宮中もさ、こう生配信とかさ、こうしてさ、こうたくさんの方が見てくださるようなさ、何、たくさんの方が見てくださるようなアイドルになりたいよね。はい、見ます、こちらの映像をご覧ください。だって、あのボーイがミルクを飲んでます、牛乳を飲んでますね今。温まってきました。あ、ポケモンカードだ。何ですかこれは。待って、こういうチャット見ながらさやるのいいよね。いいですよね。え、ね、え、ポケカの何、携帯バージョンってこと。え、何これ、何これ、これ何、これ何ですか。え、ポケカが何、携帯でできちゃうみたいなやつですか。何ですかこれ、アプリでできちゃうってこと。何、何これ、これ何ですか。みんなに消えてる。これ何ですか、アプリで買えるみたいなやつ。何ですかこれ、いや何ですかこれ、英語私読めないけど。待って、これ英語読めないけど。コレクションできるよみたいなやつですか、アプリで。何ですか、え、ポケ、え、何、携帯でできるんですか。え、何ですかこれ。これ何ですか、これ何ですか。本当にさ、今もうあのポケモンの見てない方は本当にもう本当に、え、もう本当につまんない女だよね、本当にごめんね、私はつまんない女です。ごめん。つまんない女で。え、ちょっと今じゃあ映像で何がなってるかっていうと、ポケモンカードってあるじゃないですか、あのそれが携帯でできちゃってますって感じ、携帯でこう開けちゃってますみたいなやつ。これ何ですか、携帯でこう携帯でやっちゃってます。何ですかこれ、何これ。今まではカードをね買って揃えて、こう実際のこう手でこうカードゲームみたいなやつだけど、今この画面だと、何ですか、はい。うん、はい、え、あ、コレクション携帯で。うん、いやーすごいですね、やっぱもうこと、あのほんと携帯の時代だな、だな、だって誰。だな、誰。あゆみじゃなくなる。あゆみちゃんこんばんは。あゆみじゃなくなる。あゆみポケカはちょっと小学校の頃結構ガチでやってたんですけど、どこかのタイミングで一回やんなくなっちゃって、でそしたらそのやんなくなっちゃったらもう追いつけなくなっちゃって、今全然追っかけてないんですけど、どうする、どうする。小学生の頃はめっちゃ頑張ってやってたの、いつも挨拶挨拶偉いです。そうなの、ポケカも結構ね入手がもう困難になってきちゃって、結構そのめっちゃ朝から並ぶとかができない、全然できないので、全然追いかけられて全然できてないんですけれども、今なんかさ全然コンビニで売ってるんだけど、でも今からじゃあ、でも今からとか関係ないよね、そうだよね、だって私だってそんなさ、いつ出会ったとかさ、その出会いの季節なんて関係ないってさ、それと同時にさ、そうだよね、関係ないよね。うん、え、ほらまだ遊んだことない方にも楽しんでいただけるようにみたいな、これが今回メインですかね、もしかしたら。ありがとうございます、え、こちらこそありがとうございます。こちらですかね、新作っていうのは。じゃあこれは結局どうなったんだこれは。早っ、これは何だろう。じゃあ何、このカード何、何、最後、何、最後にもう一つだって。あ、はい、あれ終わっちゃった、ん、何、
お茶と今最後に言ってなかったっけ。ありがとうございました。ありがとうございました。かわいい。ピカチュウが帰っていきます。今ピカチュウの映像が、ピカチュウとアンノーンの映像が、え、終わったかな。あ、終わっちゃった。え、待って、なに、何ですか、何ですか、これ何ですか。え、ゲームフリークさん、ちょっと待って、何ですかこれ、これ何、これ何ですか。何これ、何、新作はこれですか。何これ、今ピカチュウが描かれてます。ピカチュウが描かれてます。なんかこういうなんか絵師さんが描くような感じで今描かれてるから、それから結構近未来な映像になってます。今すごい近未来なポケモンの世界の映像が今映し出されてます。あ、ギャラドスですか。ギャラドスとかなんかいろんなポケモンがいます。私今日半までなんだよね、ショールーム半まで。何ですか、みんなのこのねチャットをさ、しないチャット、だからこの YouTube のリアルタイム機能ってすごいよね。すごくないですか。なんか私たちもさ、リアルタイムとかでさ生配信とかこれからも多分あると思うじゃん。そういう時にさ何レイシェ、何ですか、待って私遅れてる、何レジェンズ、レジェンズって何、レジェンズ、え、これ終わり、終わった、だって何今メガ進化だったよ、メガ進化だったよ、何終わっちゃった、終わりだよね、でもこれで、何気になる、終わっちゃった、終わっちゃったありがとうございました。来年か、まあ来年でも気づいたら1年って経ってるから、まあすぐ来ますよね、きっとすぐ来ますよね。はあ、ちょっと一回深呼吸ということで、レジェンズだ、え、すごい、レジェンズ、どういうこと、メガ進化ってことですか。はあ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました、ありがとうございました。私は何もしてないんだけどお疲れ様でしたお疲れ様でしたお疲れ様でしたちょっと15分ぐらいですかね、本当うるさかったと思うんですけど本当にすいませんでしたお疲れ様でした。まあ、あと15分ぐらいは、まあ、じゃあ普通に勝利しますね。お疲れ様でした。こうもうね、見てない方はなんでこんなうるさいんだ、何してんだっていうだと思うんですけども、お疲れ様でした。はあ、全然私興奮してて全然私は理解してないので、後でもう一回見たいと思います。全然理解できていないので。何ポケカが携帯でできちゃうってこと、できちゃうってこと、だってさ読み込むだけじゃなくて開封もしてたじゃん。え、携帯でするってこと、どういうこと、携帯でポケカができるってこと。そんなもっとさ携帯の充電がなくなるじゃんね。うん、じゃあそれを機に、じゃあ私もまた戻ってこようかな、ポケカの。やばい、容量ないじゃん。いやでも私はね 2TB にしたから、毎日2パック無料って書いてあったって。太っ腹すぎ。私 2TB だから、2テラバイトの女になったから全然大丈夫。いやー、いいですね。ちょっとなんか
こんな感じだよね。私もさ、こう推しのアイドルさんのなんかこう発表だったりとかライブだったりとかなんかがあった後のこのなんかずっとこう力んでて終わった後のあーみたいな、お疲れ様ですみたいな、この感じ久しぶりにやりました。確かにあれリメイクあれでしたね、リメイク来ませんでしたね。ね、でも最近やけにさっきになっちゃった。あのやけになんかいろんなところでなんか、一種地方もポケモンたちが出されてる、なんか売り出されてるなみたいな思ってたんですけど、なんかポケモンセンターとかにポンと置いてある看板がなんかそうだったりだったんですけど、まあそれはねまだですよね。もうダイバもやってたってですから、はいはい、全然です、全然です、もう全部嬉しいですよ。いやー楽しかったな楽しかったですね。だとこの後にまたね携帯をこうポチ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 ってして、今日は寝れませんということで、あのうるさかったのね、うるさかったんですけれども、あのすいません、ありがとう。え、本当にだってもうさ絶対うるさかったし変なやつだからさ、絶対閉じていいのにさ、今もあの残ってくれているみんな本当にありがとう本当にありがとう優しすぎる。もうみんなの話聞くね、もういっぱい喋ったから今日はもうあとちょっと10分ぐらいはみんなの話聞くね。どう最近雑な振りどう最近気になってたからね、ほんと優しいね、優しい、好きだから残り本当に優しい、いい感じ、よかった、あの本当によかった。いやちょっとポケカ的最後のあれは何ですか、最後のさ誰か分かった方いらっしゃいますか、あれは何、完全な新作ではないですよね、あれが、んあれし何ですか最後のやつ、あれ分かりますか。でもさメガ進化っぽかったよね。あーアルセウス、あなるほどね、はあ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 、なるほどね。何ですか、面白い、確かにあれ結構何ですかとかなるほどとかがあれだったかも、言っちゃうかも、何ですか、みっちゃんが無事、何それあいきなりなんかどつかれるからですかまたいきなり攻撃されるよまた攻撃されちゃうよ。 XY ね、行くぜ激しく燃えるバトル、ピアチはチャンスだぜ、起死回生絶対に諦めない。ポケモンの話をするためにあゆみちゃんの話し会取ろうと決めました。え、取ろうかなと悩んでいますじゃなくて決めました、だってサイレント握手嬉しい、ありがとうございます。好きを共有しましょう、嬉しい嬉しい、ただ好きではうるさいだけの女ですけれども、ただ私のなんか日々の楽しいの一つで、それがそれ好きでワイ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 ガヤガヤうるさいっていうだけですけれども、ありがとう嬉しい、同じ名前で来てね、そしたらあの時のってなるからさ。でも今ねあのお話し会もあの何あのアルバムのねお話し会も結構頻繁に受付してるので、また言うね X で、名前覚えたか、スペレ当たりました、え嬉しい、そうみんなさ、みんな
あのスペライ当たったって言ってくれてすごい嬉しかった。今日のイヤリングがポットです、です。ポットですとヤバちゃんです。うん、だってか、だって名古屋、え、嬉しい。大阪当たった、当たったんご、嬉しい、ありがとう。当たったんご、嬉しい。どこ、名古屋、名古屋か、わかんない、勝手に名古屋って言ったけど、どうですか。負けたち、嬉しい。負けたち。スペラ当たってよ、初めて、え、初めてか、嬉しい、嬉しい。楽しみましょうね。あって、あるよね、今月も、今月、今月末とかあるよね、あるよね。嬉しい、みんなで、みんなでさ、プチ旅行、みんなでプチ旅行思い出作ろう。一緒に写真撮りたい。修学旅行のテンション楽しみだな、思い出作ろうね。今回予定合わなかったから、次回、次こそは、え、ありがとう、嬉しい、次こそは会おうね。全然よ、全然謝ることなんてない。こちらこそ、あのお仕事の日にかぶせちゃってごめんね。私枕投げ強いですけど、いいですか。私は布団の中に潜入、あの潜って、布団の中でこう動いて潜って姿を消して、消して、あのこう飛び出ますけど、私結構強いですけど大丈夫ですか。ちなみに明後日空いてます。明後日ですか。明後日空いてます。明後日空いてます。勝手に適当に明後日空いてます。え、待って、ありがとう、待って待って、マロッポタン、マロッポタン、ありがとう。え、マロッポ、あゆみと枕投げ真剣舞して、え、どういうこと、え、枕投げ、枕投げ、枕投げ真剣舞に入部したいタワーですか。そんなことないよね、そんなことないよね。ね、ありがとうね、マロッポタン。しかもあの織姫のやつありがとう。よし、あ、違うわ、彦星だ、あ、違うわ、彦星じゃないや、あの、ね、お代理様とおひな様、おひな様くもありがとう、嬉しい。マロッポ、マロッポ、おひな様、おひな様くもありがとう、ありがとうね、嬉しい。もう今は髪色違うと思うけど、なんか明るい、あのあのハイトーンの方を見ると、え、マロッポってなる現象が一生私は続いてます。よろしくお願いします。枕投げ真剣舞。ドゥンとかドゥンとかドゥンとか、はい、穴を掘る、穴を掘る。わあ、枕投げいいな、わかる。すごい、あの共感、あの予想外のところから、あのあれですよ、共感をいただきました。うん、寒いね今日。なんか今日あゆみ元気いっぱいでか。ほんと？いつも元気いっぱいだよ。でも今日ちょっとテンション高いかもしれない。いつも元気だけどね、みんながいてくれる限り私はいつも元気です。もちろんみんながいないなんてないですよ。みんながいないなんてことはないし、考えたくもないし、そんなことはないけど、もしみんながいなくても私から元気を届けたいので、私単品は常に元気だけど、だけど今日はテンション高いかもしれない。まあ、いつもうるさいかもだけど、ちょっとテンション高いかもね。やっぱりね、みんなにはね、ずっと元気でいてほしいですね。うん、だから頑張りますね。ホワイトデーも会えるし、ホワイトデー当日に会えるんだよ、会える、来てくださるって方ね。まあ行けないよって方も、まあ、まあ常にこのショールームとかでもつながってるので、まあ常に一緒にいるんですけれども、ホワイトデー嬉しいな、ホワイトデーいいですね。あ、僕もあゆみちゃんに元気でいてほしいです。
なんか泣いちゃうかも。嬉しい、ありがとう、元気だよ、元気でいてほしいですって言葉なんかすごく染みますね。元気だよ、ありがとう。アイドルっていう好きなことをさせていただいている毎日なので私はすごく元気です。そう、アイドル、アイカツをして、アイカツ、アイカツをして、あのまたパワー蓄えるっていうこう幸せルーティーンなので、なんだろう、アイドル活動をして、うわ楽しいって言って、幸せ、みんなに会えて、会えてやったってなって、またこうビヨーンってまたパワーチャージになってっていうこのルーティーンなので、あの Vlog Vlog ルーティーンなので、私はいつも元気です、ありがとう。ハイカツ、アイドル活動、午後レッツゴー、ゴールに向かって走り続ける、君が言える、ファイトくれる。アイカツいいですよね。私はアイカツのあのダフルコートのフードかぶってが好きです。ふわふわ空かな、羽みたいな天使の年もな、かわいい。周年のスピーチの時にうまく話をまとめてて聞きやすくてガチすごいなと思ってたラブ。え、本当に嬉しい。あの時あのやっぱソロ場に行くと緊張して分かんなくなっちゃうけど、とにかくこの感謝の気持ちを伝えたいと思ってたのと、やっぱりこう何、まあ、時間はこう何こう限られてるから、こうみんなの もちろん思う存分言っていいんだけど、やっぱちょっと時間が限られてるからちょっとこうのんびりできないけど、でも伝えたいっていうこうね瀬戸際のあれが似て、だからちょっと早口になっちゃったのがねちょっと悔やんでたの。そうちょっとさ、ずっと喋ったらさ、それはその何コンサートが終わんないで、そう夜の部まで突入したわけじゃん。だからねこう急がなきゃじゃないけど、でもちょっとさテンポよくっていうのがあったから、あーでも早口になっちゃったって、だから私の思いちゃんと伝わったかなっていうね、ちょっと心配だったから、そう言ってくれて、あの今すごく嬉しい嬉しいありがとう、ありがとう、プロミズスターね、本当に嬉しい、ありがとうね、一生うなずきながらありがとう、うなずき、ゆりかさんわかる、誰かが見てるの、長いものがいいよ。え、ファッションチェックで聞くんですか？え？ちょっと待って、ここ最近来てきて一番衝撃、え、聞くの？最高じゃん。アイカツ友達ということで、じゃあよろしくお願いします。アイカツ参考になるよ。アイカツやっぱアイドルアニメってすごいふわってなる、なんかわーすごいって、私ももっと努力しなきゃってなる、私も走らなきゃってなるいいね、私も走ろう、走ろう、絶対走んないんだよね、走ろうって、今の走ろうってやつ絶対走んないよね。会えて嬉しかったよ、でありがとう、私もこそだよ、私もこそ、私こそだよ、うん、私こそ、私こそだよフ嬉しい、私アイカツね結構全部好きですね。何が好きかな、全部好き、アイカツメドレーも聞いてるんで、電車の中で結構アイカツメドレーとかラブライブさんメドレーとか、あとポケモンメドレーとかプリティリズムメドレーとか、あとなんだろうな、
ケイヨンさんとか、ケイヨンとか、あとなんだろうな、あとは女性アイドルさん、女性アイドルさんとかそう、もう作られてるあのセットリストをあの聞くことが多いですね新しい風、いいですね。キラッとにひなりとあえ、待って、ちょっと怖い怖い、時計見んの怖い、見ます、時計、オーマイゴッド、もう32分です終わるか、いや見たくていいよ、だって見ちゃった、見ちゃった、そのままでいい、誰かプリティリズムのさ、あ待って、A メロ出てこない、 A メロが、あの消せるね、いいよいいのみたいな歌って知ってる人いますか、そのままでいいな、生きていてくれるだけで、ハッピーラッキーな未来がある、では手を広げてっていう曲があるんですけど、その歌が好きなのでぜひ聴いてみてくださいあやふや情報すぎる二人セゾン嬉しい、二人セゾン、今日二人セゾン、ジョイゾンでも二人セゾンの話しましたね、二人セゾン、二人セゾン、花夏で恋をして、あのさ、二人セゾン意外とこうぴょんぴょん飛ぶんですよ、だから声がブレちゃって、そう、初めて感じたときめき、頑張って歌いました、だから揺れない程度の、揺れない程度だけどちゃんと踊ってるっていうあれをあの極めました。花のない桜を見上げて、満開の日を思ったことはあったか、想像しなきゃ夢は見られない、いいですよね、ね、はい、2日からね、始まるのでぜひ見てくださいね。わかる、トリセツもいいですよね。あ、これだけ言いました、これだけ、あのおばあちゃん見てくださりましたか、おばあちゃんの、あのおばあちゃんの映像、みんなが教室の暗い教室でライトネオンでわーってやつで、ちょっとやつ、あみちゃんのいろんなタイプの歌声を聴けて、あ、確かにいろんなジャンルの あがあったかも、バラード系とかがっつりお腹からブワーって出す系とか、本当にえあったじゃないですか、でそれが教室で机とか椅子をこう、机の上に椅子をこう斜めにこうやってやって、結束バンドで、結束バンド結束バンドでこうやって止めてくださって、こうもう絶妙な、もう絶妙なあの角度の、絶妙な角度のあの椅子でこうやってやって、グシャグシャって置いてくださったんですよ、背景見てくれたかな、それが入った瞬間、えエキセントリックじゃんと思って、なんかわかんないけどね、エキセントリックの世界観になんか似てるみたいな思って超興奮したの、ちょっと見てほしい、わかんない、また久しぶりにちゃんと MV 見たら違うかもだけど、なんかこの机がグワーって、なんか机がグワーって置いてあって、もう興奮しちゃって、そう、あいつがちょっと言ってた、こいつがこうだろうって言ってた、差し出しのない噂の高い確証ないほど拡散する、意外に見えてこうだとか、やっぱりそうなんだなってね、本人も知らない僕が出来上がってって感じます、
存在するよ。愛ああエキセントに変わり者でいい。解散でない方がよっぽど楽だと思ったんだ。ランキング見ます、ランキングを読みます。そうだからまた見てくれるよって方はちょっとまた背景とか見てください。あと私のてーちててれてっていうあのスローの絶妙にちょっとダサいあのなんかてーみたいなゆっくりウィンクをちょっと見てみてください。あれが出だしなんだよな、あゆみの冒頭がてーちててれてみたいな調子乗ってるスローをなんかおざみって感じです。ぜひ見てみてください。結構みんな激しいんだよね。じゃあランキングを読んで終わりたいと思います。13位ルルちゃんゆかありがとう。12位ルルちゃんタイありがとうおめでたい。11位ルルちゃんベルモットありがとう。10位ルルちゃん秋色ブーマンありがとう。9位トゥルルちゃんシーマありがとう。8位トゥルルちゃん味付けのリストありがとう。7位トゥルルちゃん太郎ありがとう。6位トゥルルちゃん次元さんありがとう。5位トゥルルちゃん翼とまなみさんありがとう。4位トゥルルちゃんミッドナイトパーティーありがとう。3位トゥルルちゃんモロッポありがとう。さあもありがとう。2位トゥルルちゃんリュウちゃんありがとう。リュウちゃんもありがとう。そして入るの第1位はトゥルルルルちゃんキラちゃんありがとう。3人もねあのプレゼントしてくれてありがとう。本当にありがとうございました。うるさい今日は特にうるさかったかな。本当になんかあのなんかあんまり好きくないかもってなっちゃう変な配信だったかもだけど、まあでもね、まあこういずれはいやもういずれはっていうかもうあれだよね。私がこうなんかこうなんか何いっぱい喋る人だよっていうのは多分もう知られている事実だと思いますので、まあ素で生きていきたいと思います。でそうはしゃいじゃう、あいいですね、はしゃいじゃうって言葉。そうですね、はしゃいじゃったはしゃげすぎるはしゃいじゃうって言葉いいね。私もそうしよう、はしゃいじゃった。で一瞬スクショタイムしたらじゃあ今日はもう終わります。何失笑ですか、やだやだやだ、あの落とさないで失笑。失笑ってなんだっけ、まあ何失笑ってああいう意味でしょ、わかるよ私失笑って意味。笑って笑ってじゃあポーズどうしようかな、ポーズどうしよう、うんうんうん、私も結果全然最近わかんないからちょっと勉強しようじゃあとはちょっとねメイクしてるときにねあのいっぱい撮っとかないとあとなんだろう、あと何まあリングライトがないんでね、こんなもんでしょうか。では終わりたいと思います。急いでモーメントします、急いでモーメントしますありがとうございました、本当にありがとうございました。褒めてくれてる嬉しい、ありがとうございました。ブロもありがとうね、今のやつありがとう。じゃあ今日も一日お疲れ様でした。
お疲れ様でした。明日も皆さんにとっていい一日に、素敵な一日になりますように。なると思うけど、絶対に絶対になるけど、なりますようにありがとうございました。今日も一日ありがとうね。またね。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。